ゴーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はいつものゴーカーチャンネルと違いまして特別編でございます。以前お店を紹介するというのをやったことがありますが、今回はその第2弾です。今日来ておりますのは愛知県の長久手市にございます、ミニネクスト名古屋メイトというお店にやってまいりました。でこのミニネクスト名古屋メイトというのはパッと見ですね、ミニの新しい新車ディーラーかなというふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんが、実はこのネクストというのが店舗名につきますと、これは中古車を取り扱っているお店ということになります。ということでここは実はパッと見は新車を売ってそうなミニのお店に見えますけれども、ここは中古車専門のミニのディーラー、ミニの認定中古車を扱っているディーラーというふうにお考えください。でこのミニネクスト名古屋名東がですね、実際にどういうお店なのか、そういったことを今日はご紹介してまいりたいと思いますので、お楽しみに。はい、今屋外の展示場にいますけれども、まあ、並んでいる車、今ミニといってもですね、大変バリエーションが多いです。まあ、実際ちょっとこう見ていきたいと思うんですが、今ここに並んでいるのは、最新型のミニのクロスオーバーですね。で、まあ、今はこのクロスオーバーはディーゼルエンジンがメインになっているわけですけれども、スポーツディーゼルの SD、 それからノーマルのディーゼルのクーパー D、どちらも置いてありますね。そして、こちらはクラブマン、ミニをの、まあ、全長をさらに伸ばして、まあ、ワゴン化したような車というふうにお考えいただければいいと思います。これも、まあ、クラブマン、今これだけ、並んでいますけれども、まあ、クラブマンもですね、新車の値段を考えると結構、この中古車の値段を見るとですね、結構お値打ちな感じがしますね。273万円ですけれども、これも、まあ、頭金100万円で、月々1万8400円という、支払いができると。いうふうに、プライスボードには書いてあります。その他にも、いろいろ、クラブマンにもバリエーションがございます。そしてこの一番前の列を見てみると、もういかにもミニのベーシックモデルですね、3ドア。これもございます。そして、その隣には、今はちょっとルーフが閉めてありますけれども、オープンタイプのコンバーチブル。それからミニの、5ドアですね、かなり実用性が高くなり、人気の1台ですけれども、こういった車もしっかりと揃っています。はい、このミニネクスト名古屋名東、まあ、いろいろ今車見てたんですが、今私が特に注目したのは、まあ、日本でも春や秋などではとても、気持ちよく乗ることができるコンバーチブルですね。これ今ルーフを閉めた状態ですけれども、ルーフには、ユニオンジャックのマークが入っているという、なんともおしゃれな1台ですね。その他にも3ドアもございます。さらに、現行型のミニでも、もう200万円台全般の車もございます。で、これはミニの1というベーシックなモデルです。で、それ以外にもに、BMW が開発するようになって、2代目のミニもですね、もちろんこう取り揃えられておりまして、こちらはクーパー S ですね。で、クーパーで、まあ、1台、かなりお値打ちな価格の車を見つけました。このボディカラーですね、ホライゾンブルーという色、なかなか素敵なカラーですけれども、98万円と、車両本体価格100万円を切るようなミニ、こういった車も展示されています。まさにこういうですね、100万円を切る、もしくはこう100万円台の車、こういった車も気軽に見つけることができるのが、このミニネクスト名古屋名東の、魅力的なところです。やっぱりミニといえば、この3ドアモデルですね。これがもう一番有名ですし、一番ミニらしいミニというふうに、お考えの方も多いかもしれません。で、まあ、このミニの3ドアにも、もう今はいろんなエンジンのバリエーション、それからグレードがございますけれども、まあ、さまざまな種類をこのミニネクスト名古屋名東では用意しております。で、実際に今ここに展示してあるモデルは、ミニのクーパー S というですね、かなりスポーティーなモデル、さらにトランスミッションは、6速のマニュアルトランスミッションを採用したモデルということで、相当に走りの楽しい1台だと思います。ミニの、そのゴーカートフィーリングというですね、特徴ある走りを堪能することができるのが特徴です。一つちょっとミニで面白いところがあるんですが、ちょうどですね、そのセンターの、真ん中のディスプレイの周りの明かりですね、ちょっとそれをご覧ください。実はこれいろいろ色を変えることもできるんですけれども、
今これエンジン回転で変わるようになっています。ちょっとエンジン吹かしてみます。はい、このようにですね、エンジン回転に応じて、光が変えることがまずできるのが一つ。さらにエアコンを作動させてもですね、ここがちょうど今、どれぐらいの温度かな、より寒くしたい場合はこっちにすればいいですし、上げたいときはこっちにすればいい。これちょうど動いてってるんですね。これは今温度を変えました。で、風量を変えるときも実はこれ聞いておりまして、増やしたい場合はこのようにここで一目でどういう状況かが分かるようになっています。その他にはここの、カラーをですね、もうこのようにお気に入りのカラーにすることができるんですね。ここで点灯色というのを選びまして、今さっき回転数になってたんですが、もう回転数じゃなくても、いろんな色、その日の気分に応じて変えたいよという場合はですね、このように色をいろいろ変えることができるんですね。で、この最新のミニは多くのモデルがこういうユニークな機能を採用しています。これはなかなか他の車にはない一つの面白い特徴かなというふうに思います。で、このスリードアはそれほど大きい荷室空間があるわけではないですけれど、まあ日常の扱い勝手に不足のない空間を有していますし、もちろんこのようにシートを倒せばですね、さらに荷室空間を広げることができます。この特にクーパー S は乗って楽しい1台ですので、ぜひ、このネクストメイトでさまざまなお気に入りのミニをお探しください。はい、ミニといえば、3ドアが、有名なんですけれども、どうしてもその後ろの席に乗るときにですね、乗りにくいだとか、物を乗せるのに乗せにくいとか、そういう声も多かったようですね。で、最近出てきたのがこの5ドア、後ろにドアをつけたモデルです。ミニの5ドアもこのミニネクスト名刀には、たくさん展示してあります。ここに今私が紹介しているのはクーパー SD という、スポーティーなディーゼルエンジンを搭載した車です。このミニの5ドアにもバリエーションが多種ございます。で、ぜひ見ていただきたいのはこのドアですよね。通常のもちろんミニよりも前のドアが短くなってます。で、インテリアをご覧いただければ、もうこれは、従来の3ドアとほぼ同じというふうにお考えいただいていいと思います。で、大きな違いはやっぱりここですよね。後ろのドアです。で、全長自体はそれほど、多少は3ドアよりも長くなっているんですが、めちゃくちゃ長いわけではありませんので、後席に人が座れる程度かなと。広くて、広々しているっていうほどではございません。で、トランクルームですが、このトランクルームも3ドアよりは気持ち広くなっているような印象です。で、これも後席をこう倒すことができますから、もちろん右側も倒すことができるんですけれども、実用性は十分兼ね備えています。ミニのデザインはいいんだけれども、どうしても実用性はあまりなくしたくないという方にはこの5ドアがおすすめです。はい、ミニクロスオーバーと並んでですね、ミニ、ファミリーで使えるミニ、ということで、このミニクラブマンという車がございます。パッと見はやっぱりこうミニらしいデザインではあるんですけれども、幅が結構広くなっておりますし、長さも長くなっています。で、このミニのクラブマンですけれども、いくつか面白い特徴がございます。インテリアをご覧いただくと、もうこれはですね、普通の、ミニと共通のですね、印象のインテリアを持っています。今現在はナビゲーションをつけている状態ですね。このようになっています。大変インテリアの質感が上がっているというのも特徴的です。そして、後席もやはりゆとりの空間がありまして、全長が伸ばされている分ですね、ゆとりのある室内空間になっています。で、この車クラブマンというのは、先ほども言いましたワゴンモデルですから、荷室の使い勝手が特徴的なんですね。一つ面白い仕掛けを ご紹介しますけれども、私今キーを持っています。キーを持った状態でバンパーの下にですね、このように足をかざしますと、バックドアがこのように自動で開くというような仕掛けがついています。で、この車の場合は、ちょうどこの、左右で分けてドアを開けることができますから、後ろが狭くてもですね、片側を開けるだけで、物の出し入れができるという便利さがあります。で、もちろん、こっちをこのように開ければ、丸々使っていただくことができると、このようになっています。で、ワゴンらしくですね、このような外から中が見えないような塗装カバーがあったりですね、床下収納も結構こう深い、
空間があったりして結構フレキシブルに使えます。さらに鉱石をこう倒せばですね、フラットな空間、もちろん左側も倒すことができますけれども、こういう、ゆとりのあるユーティリティ空間を持っているのも特徴です。このクラブマンもたくさんこのミニネクスト名古屋名湯には展示してございます。ぜひ、実際にいらっしゃって、ご覧いただければ幸いです。今私の隣にあるのはミニの中で最も大きな、なんかミニの中で最も大きいって言い方が不思議なんですけれども、家族でも使えるようなミニで人気のクロスオーバーです。現行型のミニクロスオーバーです。今私の隣にずらっと並んでおりますけれども、まあ、今ここにある、車を、まあ、基本的な、エンジンが異なったりしますけれどもね、基本的な機能などは同じですから、こちらでご紹介してまいります。でこのミニのクロスオーバーというのは先ほども申し上げた通り家族で使えて、便利な、まあ、ファミリーカーとして使えるミニというふうにお考えください。で、まあ、室内空間などは本当にファミリーカーらしくですね、できておりまして、まあ、世の中でいう、その、クロスオーバーというような、カテゴリーに位置すると思います。シートの位置も割りかし高いですから、乗り降りがしやすいというのも嬉しいポイントです。で、まあ、一回ちょっとエンジンをかけてみますけれども、この車はディーゼルエンジンです。中央には、ナビゲーションの表示などもございますので、ぜひこのあたりもご覧いただきたいと思います。今は、ディスプレイ、ナビの表示にはしてませんけれども、それナビの表示にすることもできます。はい、そして鉱石ですけれども、鉱石もですね、やはりこのミニの中では結構この膝回り空間というのは広々としているのが特徴的です。で、トランクルームですが、贅沢にもこの車電動のテールゲートがついています。でこのミニのちょっと面白いのはこれなんですね。こういうクッションがありまして、ここにまあ実際こう座ってですね、お尻が痛くないようにできている、まあ、こういうちょっとユニークな仕掛けもこの新しいクロスオーバーにはついています。ぜひ、この名古屋名湯でですね、お気に入りのミニクロスオーバー見つけてみてください。はい、ミニネクスト店ですから、まあ、中古車なんですけれども、ミニクロスオーバーの、先代のモデルももちろん中古車として展示しております。まあ、今ここにはこのような車が置いてありますけれども、かなり、価格もお値打ちな価格になっているのが特徴です。でクロスオーバーは、まあ、ミニと言いつつもそれなりにサイズがありまして、ファミリーでも使えるミニとして、有名な1台です。でもちろんこの車も5ドア、後ろにしっかりとドアがついていて、さらに空間もですね、かなり広くなっているのが特徴です。そしてやっぱりこの荷室空間の利便性ですね、このあたりもクロスオーバーの特徴です。この床下には、深い、これぐらい深いですね、空間もあって、この中に物を入れておくこともできますし、もちろん、鉱石を倒すこともできます。こういう利便性がこのクロスオーバーの特徴です。旧型もですね、結構、実用的で人気の高い一台と言えます。はい、ミニにはこういう楽しいモデルもございます。オープンモデルのコンバーチブルです。ミニコンバーチブル、これは3ドアをベースにですね、まあ、ルーフを開閉方式にしたものなんですけれども、もう何といってもこのミニのコンバーチブルっていうのは開放感がすごいんですね。でなぜそんなに開放感があるかというと、このフロントガラスがですね、かなり立っている、ということで、たまにはですね、オープンカーっていうと A ピラーがすごく寝ててですね、見上げてもこの窓枠しか見えないような車もあるんですけれども、このミニはもう目を見上げたらすぐ青空が見えるというのが嬉しいポイントです。でこの屋根はですね、あっという間に開け閉めすることができますので、一回皆さんにここでその様子を見ていただきましょう。一回エンジンをかけます。で、開け閉めはこちらのスイッチですることができるんですね。でまず今閉めてみます。とても静かにですね、閉めることができます。で実は一旦ここで閉める、途中で止めることもできるんですね。このサンルーフ状態なんですけれども、フルオープンにはしなくてもいいんだけどもっていう場合は、この真ん中で止めることができるというのも嬉しいところだと思います。で完全に普通の車のように閉めたい場合は、はい、このようにすればですね、完全に今閉まりました。じゃあ今度もう一回開けてみましょう。同じスイッチを今度は逆に、引きます。そうしますと、まず前の部分が開きます。そしてもう一回押しますと、このようにぐーっと開いていくと。
はい、こういう仕掛けになっています。で、まあ、このコンバーチブルモデルになりますとね、日数空間はそれほど大きくはないんですが、まあ、その前にこの車は一応4人乗れるオープンというのも嬉しいところです。じゃあ日数空間はどうなっているのかというと、まあ、このように逆空きになりまして、ここがまあスペースです。まあ、それほどあの、大きいスペースではないんですけれども、ここでシートを倒すことができるんですね。はい、このようにですね、シートを倒すことができますので、多少の長いものは乗せることができます。こんな車毎日乗ってたらとても楽しいと思います。はい、こちらはミニコレクションと書いてありますけれども、まあ、ミニのですね、車以外のグッズですね、まあ、車以外のって車もあるんですけれども、グッズがたくさん並んでいます。面白いのはこういうお子様用のまあ、なんて言うんでしょうね、こういうの、ベイビーレーサーと書いてありますけど、お子様が乗って楽しむ車もありますし、まあ、よくあるキーホルダー、それから、カードケースなどもございますね。たくさんございます。こちらの方にはバッグもありますし、これなんかは、プーマのマークの入ったミニの、ポータブルバッグなんかもありますね。それからこれはキャリーバッグです。こんなのも私知らなかったんですが、自転車まで、ありますね。これは折りたたみの自転車ですけれども、まあここに置いてあるのはほんの一部なんですが、実はこんなに分厚い、ミニコレクションの、ミニライフスタイルコレクションと書いてありますね。カタログが実際にこうございます。このようにしてミニっていうのは、まあ、車以外のこういうグッズでもさまざまな、楽しい、この提案をしているというのがユニークなところですね。ミニネクスト名古屋名東店でぜひこういったグッズもお気軽に見にお越しください。中古車以外にもですね、やっぱりこのミニのディーラーが運営する中古車専門店ということで、このミニのアクセサリーですね、こういったものがあるのも特徴的です。まあ、こういうフロアマットから、これは洗車の、これはウィンドウウォッシャーですね。それからカーシャンプーといったそういう洗車用品、そしてまあサンシェードとかこういう日常使うようなものもありますし、まあミニで特徴的なのはこういうアクセサリーですよね。これはルームミラーのまあ柄、チェッカーフラッグですとか、ユニオンジャックのものがあります。で、同じようなこれはドアミラーのカバーですね。こういったものも、ご自分がご購入される車にはついていなくても、ここで実際に見て、あ、これいいねということを、見ることができるとかですね。これはサイドスカットルですから、ミニの、横の方向指示器のあたりの、アクセントになっています。こういうものもあるというのが一つ、このミニ、ネクスト店ならではのところだと思います。